はい、どうもくるりと申します。自殺志願者同盟実況パート9始めていきたいと思います。みずきちゃんの体調がどんどん悪くなってって、なんかもう次のねチャプター8の今からやるタイトルもね、みずきのためにっていうタイトルだから、なんか話進めたくない感じも若干するんですけども、でもね物語自体的にはすごく気になるので、ね、進めていきたいと思います。はい。ねえ、みずきちゃん大丈夫かね？うん、サイドはなおくんですね。お母さん、僕、病気なのかな？ほら、薬飲んで。薬飲んで病気治したらきっとまた学校に行けるからね。うん、大丈夫、また学校に行けるようになるから。ねえ、これもさ、なんかお母さんね、直くんのお母さんは自分にも言い聞かせてる感がよく見受けられるよね。ゆっくり休んで、それから頑張ろうね。お母さん、そんなに僕を学校に行かせたいの？なんか、まあ、直くんから見たらさ、お母さんが自分よりも世間体を気にしてる感じがするんだろうね。早く部屋から出てって。そうよね、直は忙しいんだもんね。ごめんね、直。なんかでもさ、そうだよ、直くん結構前に学校無理やり行った時もさ、お母さんがね結構なんていうの、強気で直くんに責め立てるような感じの口調で言っちゃったからさ、直くんのお母さんもちょっと罪ってか罪悪感感じてるよね。どっちも悪くないんだけどね、直くんいじめた人が一番悪いんだけど。息が詰まりそうだった。笑って、いつも優しく接してくれるお母さん、甘ったれているといつも僕を叱るお父さん、僕のことを噂する近所の人たち、学校に行かなくても辛いことだらけだった。だから毎日精神科から処方された薬を飲んでいた。一日中ぼーっとして何も考えずにただ日々を過ごしていた。何も考えずにというのは少し違うかもしれない。僕は死にたがっていた。もう学校も家も嫌だった。そんな時に出会ったのがとある自殺サイトだった。それを見て、ああ、こんなにも僕と同じような人がいるんだと思った。僕が特別不幸なんじゃないと知って安心したんだ。いつの間にかその自殺サイトを見るのが日課になっていた。そんなある日のことだった。掲示板にあの書き込みを見たのは、集団自殺しませんか、自殺者募集は禁止されている。もちろんその書き込みの列にはたくさんの苦情の言葉が書き込まれていた。だけど僕にはこれが神様のおぼし召しだと思ったんだ。なんかこれ前も言ってたよね、最初の方で。直くん、僕は早速その書き込みが消されてしまう前にメールを送った。するとすぐに返事が返ってきて、数日後に結婚することになったんだ。なるほどね、数日間しかなかったんだね、その書き込みから。今思えばこれが全ての始まりだった。僕たち自殺志願者同盟のね、やっぱりさ、この写真っていうかイラストかな、イラスト見てるとさ、みずきくんね、女の子にしか見えないよね、やっぱり。
BGM 悲しいからな。電車に乗り、バスに乗り、なんとか僕らのいた町を離れることができた。だけど予想以上に移動に時間がかかり、辺りはもう真っ暗だった。休憩と。寂れたバス停のベンチで休憩する。時刻表を見ていると、山中ということもあってか、一日に3本しかバスが通らないらしい。なんで山の中入っちゃったんだろう。あれかな、やっぱり自殺する場所が山の中っていうのが目的地だったのかな。これじゃあ寂れるわけだ。瑞希、大丈夫？ねえ、大丈夫じゃないよね、瑞希ちゃんも。ぐったりと横たわっている瑞希の汗を拭う。息は荒く、すっかり疲弊しているようだった。ちゃんとしたとこで休ませてえな。民宿か何かありゃいいんだけどな。うん、ダメだよ、そんなとこ泊まっちゃバレちゃうもん。とか言うけどさね、こっちも気が気じゃないよね、こんなに苦しそうだったら。瑞希、でも大丈夫、ここ横になれるし、雨しのげるもん。そっか、雨も降ってるのか。大丈夫大丈夫。何とも言えなくなって、僕はただ儚げに笑う瑞希の手を握った。奈緒くんの手あったかい。瑞希の手もあったかい。その手にぬくもりがあることが嬉しくて視界が歪んだ。必死でそれをこらえる。今一番辛いのは瑞希なのに、僕が泣いていいわけがない。ごめん、ちょっと眠くなってきちゃった。少し休ませて。うん、分かった。そっと瑞希から離れる。ふと蒼太の方へ目をやると、彼もまた複雑な顔をしていた。そうだよね、だってさ、瑞希ちゃんは死にたくないんだもんね、本当は。って考えるとちょっとね。なあ、なお。何？俺たちさ、瑞希を連れてきてよかったのかな。瑞希、辛い思いして俺たちについてきて、それでよかったのかな。わかんない。おいおい、適当に答えるなよ。でも瑞希は僕たちの仲間だ。瑞希が望んでること、死ぬまでにやりたいこと、叶えてあげようよ。ねえ、瑞希くんじゃないわ、直くんもなかなか芯が通ってるよね。そうだな、それが自殺志願者同盟だもんな。うん、僕も蒼太も、そして瑞希も、みんなまだまだ子供で、何が正しいのか悪いのか、何もかもがわからないんだ。
これがベストの答えじゃないかもしれない。だけど水木の望むことなら何でもしてあげたい。そう思ったんだ。二人は結構辛いよね。そして日付が変わろうとする頃だった。水木の容態が悪化したのは。ねえ、やっぱり悪化しちゃうよね、そりゃ。そんな病院みたいないい施設なわけでもないし、むしろ環境的にはね、最悪だよね。雨降ってるし、山の中だし。水木、おい、しっかりしろよ水木。こんなんでもさ、目の前でなんていうの、発作みたいなの起きちゃったらさ、私だったらパニックになるから、何もできなくなっちゃうよね。水木が胸をわしづかみするかのように抑え、苦しげな声を上げる。僕らはそれをそばで見ていることしかできなかった。まあそうだよね。水でなんとかなるのかな。いつも水って言うけど。水でも持ってきてる、水はあるのかな。水木の言葉に、ソータはペットボトルの口を彼の口元へと持っていく。しかし、お、ソータくんがどうしたんだ。ペットボトルが地面に落ちた。水木が無自覚のままにそれを手で振り放っていたのだ。なるほどね。水木、僕は地面に落ちたペットボトルを拾い、水を口に含んだ。そして水木の方へと体を向け、身をかがめる。そのまま顔を寄せ、なるほどね。おい、なお。そうか、でもそうしないと飲めないんだよね、水木ちゃんは今。ぎこちなく自分の唇を水木の唇に重ねる。水木の体がこわばったのが分かった。がむしゃらに暴れられて一度唇が離れたが、すぐにまたそれを捉える。今度は体を強く掴んで、荒々しく唇を押し付けた。なるほどね。これかな、軽い BL 要素があるって言ってたのは。でもこれはまたちょっと違うもんね。何なんだ。でもさ、これってさ、水飲ませてるってことは呼吸できてんのかな。ね、水木くんは。なんかでもね、 BGM がさ、切ないからな、悲しくなってくる。口移しで水を流し込む。口の端から少し水がこぼれたものの、水木は喉を上下させ、コクンと音を立てて水を飲んだ。ごめんね、水木。気持ち悪かったりしたらごめん。だけど、なお。なんかでもさ、なおくんってやっぱり男前っていうか、行動力があるのかな。言葉にあんましない分ね。僕は再び水を口に含む。同じようにして唇を重ね、
水木の口内へと水を流し込む。これでさ、でも水木ちゃんがさ良くなるっていうか、発作が収まるといいんだけどね。収まるのかな。水木が暴れ、何度も体を叩かれたが、それを繰り返した。水木、頑張れ。水木、生きて、生きてよ。お願いだから死なないで。ナオくんだってさ、これもね、このセリフもちょっと不思議でさ、ナオくんは今から自殺するっていうのにね、死なないでってなかなか出てこないよね、そんな人から。それから水木は何度も発作を起こし、落ち着いた頃には空が白み始めていた。水木、寝たみてえだな。うん、苦しそうだけどひとまずよかったかな。そっか、でもそうだね、まだ大丈夫だったのか。いやでもさ、そりゃ無理だよね。何も整って設備がないさ、ところで発作起きちゃったらね、薬も持ってないんだもんね、今多分。何もできないよね。こいつ、行きたがってるのに。なんで？俺が代わってやれればいいのに。くそ。まあそうなるのかな。ねえ、でも水木くんはどうしたいんだろう。ここで苦しんで死ぬってことなのか、一緒に自殺をするのかな。でも自殺はしたくないんだよね。ちょっとよくわかんなくなってきた。僕はそっとソータの肩に手を置いた。その気持ちは痛いほど分かった。神様は理不尽だ。どうして生きたいと思っている人が生きられないのだろう。ソータ、僕たちが水木にしてあげられることあるよ。なんだよ、忘れたの。水木の死ぬまでにやりたいこと叶えてあげようって言ったよね。それが自殺志願者同盟だって。そうだな、あり、つい昨日のことなのに忘れてた。うん、水木の目が覚めたらやりたいこといっぱいやらせてあげよう。ああ、僕もソータも、そしておそらく水木も分かっていた。もう時間がないのだと。ああ、そうだよね。うわ、次のチャプターのタイトルがやだね。やりたくないな。なんか結構今、実を言うと結構続けてやってるんですけども、実況自体をね。9はちょっと時間をこう今やったらもうね、多分実況できないぐらいになっちゃうからね。ということで、もうね、最初の頃の雰囲気とはね、もう全然変わってね、
雰囲気が変わったよね。はい、ということでね、今回はここまでにしておきたいと思います。はい、ということで自殺志願者同盟実況パート9終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。